山本さんもご存知だと思うんですけど、消費税の税率でマイナス10%ってあるのをご存知ですか、それとそのほかに、消費税よりももっと重い税,税,税制があるということをご存知でしょうか、それを皆さんに教えてあげてください。あすみません、僕わからないので、ちょっと説明してもらっていいですか、あと36秒で。消費税マイ,マイナス10%とはなんでマイナス10%のか。 あれですよ輸出還付金ですよわかりました、でね、もう一点ありましたねそれは社会保険です、いやいや、もちろんもちろん、えっと、皆さんが納めてる税のみならず、これ、社会保険料、むっちゃ高いじゃないですかで、どんどん上げていかれてますよね、これ、皆さんの収入の50%以上取られてるんですよ、国に。で、それだけ国に納めて、いろんなサービスがあって思えるんだったらいいけど、そうはなってないわけですね、逆に言ったらサービス、どんどん削られていってるんですよ。 この状況を考えたとしたら、これは、特に今のように、景気が悪い。先ほど冒頭言いました。30年景気悪いんです。日本だけ。先進国の中で一つ。ここにコロナと物価高が来てる今なんて、減税した上で社会保険料もこれ減免しなきゃダメなんですよ。皆さんの使えるお金増やしていかなきゃダメなんです。じゃないと社会にお金回らないんですよ。企業献金渡せ、渡しているような資本家たちだけが、 国のいろんな予算決めでお金がコンスタントに回るような状況を作られちゃってるだけなんですよ。金がないんじゃない。この国には金はあるんですよ、皆さん。けどその金を回す先がお仲間の間だけになっちゃってるって問題です。社会保険料に関して今すぐにでも減免しなきゃいけないってことが一点と。大きな負担ですから。そしてもう一つは消費税っていうのはこれ大企業優位で始まってるんですね。今お話があったのは最終消費地ある人が物を作りました。 その商品はどこで売れますか国内で売れますという時には消費税取れるんですよ。でもその商品が海外で売れましたって言ったら消費税取れないじゃないですか。だって消費税って日本の税制だから。そういった輸出企業に対して、それは物を売って消費税を国内だったら取れたよねという建前のもとに還付していきますと。大変でしょ最終消費地が海外だったら消費税取れないんだから。 というような形での仕組みなんですけど、でも実は、下請けだったりいろんなところが、実際、その、大企業が払うべき消費税分っていうのを、逆に背負っちゃってたりとかして、下請けをなかした上で、還付金を多く受け取っているような大企業いっぱいあるじゃないかってご指摘ですよね。ありがとうございます。なので、消費税やめればいいんですよ。消費税やめれば、還付金もなくなるんですから、輸出っていう部分に対して力を与えるために、作られた還付金なんですよね。で、 消費税自体が今の輸出のカンプってものと、えー、一回横に置いて消費税自体が大企業のために皆さん払わされてるってことをちょっとお伝えさせてください。皆さん消費税どうして必要だと思われてます多くの方々は新聞テレビとか様々人の意見とかの中に社会保障を支えるために必要なんだ。そういうことよく聞くじゃないですか。だから消費税必要なんだって思い込んでません でも事実違いますよ。間違ってます。テレビ新聞とかでは言いません。説明をいたします。なぜ消費税が必要なのか。階段上に左から右に下がっていくんですね。昭和の終わりから平成の終わりにかけて下がり続けているものは何でしょうかこちら、法人税です。法人税率が下がり続けているよというグラフなんですね。どうしてこんな法人だけ、大企業だけ減税してもらえるの皆さんしてもらった覚えありますか 彼らはどうして減税が可能になるかっ言ったらこちらです。縦に入っている3、5、8、10。消費税なんですよ。消費税が上がる前後で必ず法人税は下がる約束になってるんです。消費税が上がるたびに法人税は減税される。だから経団連が今週一で消費税上げろってことを言い続けてるんです。で、これはずっと前から。 どれぐらい前からって言ったら、1989年が消費税スタートなので、その前の議論見てみてくださいよ。ズバリが書いてあるんですよ。どうして消費税が必要なのかってことに関して、直感比率の是正と書かれてます。直感って何直接と間接の頭文字。直感。比率の是正。つまりは、直接税下げるために間接税入れろっていうのが直感比率の是正なんです。大企業が儲かって、そこからたくさん取られるのを勘弁になって、 俺たちの税金を安くするために他から取れやっていうのが消費税の元祖、元々の話なんです。それがもう今10%まで上がっちゃってんです。で結局、納税額はどんどん減っていくわけですよ。大企業。儲かってんですよ。この10年、毎年、過去最高益なんですよ。毎年。ひどい話でしょお金が足りない税金を取らなきゃいけないって言うんだったら、まずこっから取れよって話じゃないですか。 30年の不況の中で、コロナも来て物価高で、で、今や日本国内って6.5人、6.5人に一人が貧困なんですよ。これって、先進国の中で、アメリカも韓国も抜いちゃったんです。先進国の中でナンバーワンの貧困国なんですよ。人々を貧困にさせる政治なんですよ。この状態なのに、まだ皆さんから絞り取って、俺たちに安くしろって言い続けてるのが、 経団連をはじめとする、銭バドもなんです。ありえないでしょ、こんなの。金がいるって言うんだったら、さっきこっちから取れやって、普通じゃないですかないところから取るな、あるところから取れが税金の基本なんですね。と、そらそうですよ。当たり前なんです。でもそれを大きく歪めて、数十年の間国内を貧しくしてきちゃったんですよ。結果どうなったかって物が売れなくなるんですよ。だって皆さん負担が大きくなるから物を買いづらくなるでしょ 消費税上がるたびに物買いづらくなる。買い控える。っていうことは物が売れないから物作ったとしても安いもを作らなきゃいけなくなるっていう。低減競争なんです。30年の間。で、賃金も安くなる。低減競争なんですよ。結局30年この国蓋開けてみたらどうなったかって言ったら、ジャパンズナンバーワンっていう地位から大きく転落して没落国家世界から相手にされないっていう状況なんですよ。G7 になんとか食らいついて、 なんかお仲間に入れてもらおうっていうような努力を日々してるっていうの現状がある。それだけですよ。終わった国として扱われてる。それが一番腹立つんです、私。それが一番腹立つ。だって、ジャパンズナンバーワン、世界の経済の先頭を走るぐらいの勢いが日本だったんですよ。世界の GDP。GDP って皆さんご存知の通り、みんなの儲けを足したものなんですよね。 日本の GDP つっ,ったら日本国内のみんなの儲けを足したもの。じゃ、あ世界の GDP つっ,ったら世界の儲けを足したもの。その世界の GDP の中で日本がどれぐらいのシェアがあったかってこちらなんですよ。1995年、17.2%あったんです。世界経済の17.2%が日本だったんですよ。すごい時がありましたね。そして、時は流れて2021年、5.2まで下がったんですよ。この意味わかりますよね。みんなの儲けを 合わせたものが GDP。それがここまで落ち込んじゃった。予測として2040年ぐらいはどうなってるか。これコロナは加味されてません。3.4まで縮むという予測が出てるんですね。並べますよ全部。こうなってるんです。左から。95年は17.2%。そして2021年5.2%。3.4%。こういう話。つまり何かって言ったら、いや、それはいつまでも先進国でいれるはずないだろう。成長し続けるなんて無理なんだよ。 っていう人いるんですけど、何言ってるんですか日本以外みんな成長し続けてるよ。みんな賃金上がり続けてるよ。で、日本だけこうなってるんです。どんどん経済のパイが小さくなってってる。経済のパイが小さくなるっていうのは何かって言ったら、一人一人の購買力、収入が落ちて、物を買う力っていうのがどんどんそがれちゃってるんです。どうしてここまで収入が落ちていくという状況になったかって言ったら、先ほどお話しした通り、消費税、 一部の資本家たちだけを金持ちにさせるために、より儲けさせるために、みんなから金を絞り取る。ないところからも絞り取るっていうような税制を歪めるってことをやってきたこと。そしてもう一つ。資本家が儲けるためには、一番のコストを削減しなきゃダメなんですよ。一番のコストって誰あなたなんですよ。働くあなた。人件費ってむちゃくちゃ高いでしょだからあなたをいかに安い労働者にしていくかってことが、 資本家の金儲けにつながるから、政治をコントロールするんですよ。金と票で。自分たちの思う通りに自分たちの利益を増やすために、ルールを変えちまえってことなんです。政策を売るんですよ、政治が。その積み重ねでどうなったか非正規労働増えたでしょう。全労働者の4割、派遣労働どうなったって、最初入り口13業種に限定されてた。でも小泉の時代にはもうそれが最大級まで広がった。 製造業以上まで開いた。小さく産んで大きく、大きく育てる。利益をですよ。誰の利益を資本家の利益ですよ。税制を歪め、働き方を壊し、不安定で安くて、いつでも首切れるような働き方を拡大していくってことですね。結果どうなりましたかこちらのグラフです。こちらのグラフは、2本の線グラフが出てますよね。オレンジと青です。 オレンジは何を表していますか右肩に下がっていってます。1990年から2020年の間、えー、下がっていってんのは実質賃金なんです。一方で、右肩上がりになってるものはどうなってますかこちらは非正規労働者の増え方なんです。青いグラフ、非正規労働者が増えれば増えるほど、全体的な賃金下がっていくねそういう状態になっちゃうんですよ。一部の資本家、一部の者たちだけに、 金儲けをさせるルールの変更の場所が国会になればどうなるか国全体が疲弊するんです。食い物にされてるから。こういう状況になったら、国内お金回らないんです。どうしてか。物買えないから。買いづらいから。あなたの給料、あなたが買い物するときに払った1000円は、そのお店の人の従業員の給料になったり、その商品を作った人たちの手元に届くわけですよね。 あなたを中心に物を買った瞬間にお金が波及していくんですよ。これを弱め続けたんです、30年の間に。だから先進国で唯一没落した国なんです、日本が。このような状況を変えていくしかないんですね。これを変える方法は一つしかないんです。政治によって壊されたことは、政治によって作り直す以外方法がないんです。逆に言えば、政治によって作られたことは、政治によってひっくり返せるんですよ。 これが政治の基本なんですよ。だから諦めないでほしいんですよ。50%投票行ってないもん。ひっくり返せるって。全有権者のうちの2割から3割しか自民党得票を持ってないんですよ。大大多数派は誰かっつったら庶民側なんですよ。私ね、資本家を潰したいとか思ってません。金儲けしてくれて結構、もっと儲かるようになればいいよねと思ってる。でもそのためには、 国内に生きてる皆さんが一人一人力を持たなきゃダメなんですよ。まずやらなきゃいけないことは何かっ言ったら、購買力。皆さんの所得を上げるようなことをしていかなきゃダメなんですね。物が売れるってことにならないと、消費が喚起されないと、彼らが貯め込んだ内部留保も投資に回らないんですよ。彼らは国内を食い潰して自分たちが肥大化した。で、この国を捨ててでも海外でも商売していくでしょ。でもこの国に生きてる皆さんは、この国以外どこ行くんですか だとしたらこの国を、壊れたこの国を立て直していくしかないんですよ。そっちの方が話早いんですね。その希望を持ってるのが皆さんなんですよ。その力を持ってるのが皆さんなんですよ。やってみてやろうじゃないかって。やったことないでしょ、そんなことみんな。私もやったことない。だから始めようと思って旗揚げしたんです。一人で旗揚げして、今や4年で8人の国会議員生まれて、4年の間に50人の地方議員が生まれたんですよ。これはまだ始まりに過ぎない。 この流れをさらに拡大していって、与党も野党もぬるぬるの、もうだるだるで緊張感ゼロのところに緊張感まず与えたいんですよ。そのためにもさらに皆さんと一緒にこの政治変えるために前に進みたいと、そう考えている令和新選組でございます。